手なこと言ってんじゃねえぞこの海賊もどきは。よしいいだろう、こいつら皆殺しだ、全員腹くくれ。おい待ってください、そのまま、そのまま。真島さん、やっぱり真島さんだ。俺は志垣と言います。東上界で直系の組持ってました。まあ本当にまあドラマからご縁がいただいて、で自分のキャリアにも全くないようなお話だったので、まあいろんなことチャレンジしたい身としては、え、いいよいいよ、で参加させていただけるのかと思いましたね。なんか今回だからアマゾンプライムのその龍が如くビヨンドザゲームの方のキャストに入ってるのを見てすごいいいなって。そんなマジマですもんね。あ、そうです、マジマやられてて、なんか嬉しい感じですね。嬉しい歪みというか、あの登場のゲームでの登場の仕方がマジマじゃなくっていう、なんか2つの作品をつなぐ人なんですよ唯一の。今青木さんが唯一の、うん、じゃあ嬉しいです、まあ、それこそ本当に浮くかどうかっていう、声が馴染むかどうかっていうかノウハウもなかったですし、そこはどうなのかなって思いましたけど、でもまあ初めてスタジオを来させていただいて、やっぱりもうやっぱり作ったノウハウがたっぷりこうもう散りばめられてる中で、じゃあもう自分はもう身を預けて楽しもうという形でやらせてもらいました。楽しかったです本当に。キャラクターとしてはまあね、あの真島の兄さんをまあ、かつていろいろ途上界でつながりはあったんですけど、真島とかってもう結構年還暦になってるんですよゲームの中の設定でも、はい、なんかその狭間にいるキャラですよね、葛藤してるというか、はい、うん、いろいろ立ち位置が割と場面によって変わりますよね、うん、そういうなんかいろんな現実を見たりだとかロマンを追いかけたりとか、まあ、そういう意味では面白いあの立ち回りをするキャラクターだなと思って。セリフやっぱりさっきおっしゃったみたいな、そのやっぱり現実というか、うん、現実をいやいや俺たち食っていかないといけない俺らの世代について本音をこう吐露するところですかね。あんたたちはまあいいかもしれないけどとかいうところで、俺らに残された人間たちはっていうところは結構言いながらグッときながら、うん、言ってましたよ。なんか割と他のセリフとか結構噛んだりしてたんですけど、そこはなんか気持ちが乗ってたから、うんうんうん、結構サクサクいけたような気がします。うん、やりながらグッと聞きました、うんうん、いや本当ファンあっての龍が如くシリーズだと思います。この世界に、しっかりこう参加できる一員として認めていただければと思いますし、単純にゲームを楽しんでいただければと思います、はい、またどこかで続投できたら嬉しいなとも思っております。また会いましょう